園芸大好きの皆さん、こんにちは。園芸大好き看護師どんちゃんです。今ですね、お花を見ながらコーヒー飲んでました。ちょっと夜勤明けでね、日光浴してます今ね。ちょっとコーヒーね飲みながらお花をね見てますよ。花壇のお花がですね、すっごい成長してるんですよ。もうびっくりね。冬のね、雪で大丈夫かなっていう動画でね、ちょっと登場した花壇なんですけど、すごいです、成長がね。ちょっと太陽が眩しいですね。すごいんですよ。なのでね、今日はね、一緒にね、その映像をね見ていきたいと思います。いやーね、お花ってすごいですね。こんなに大きくなるんですね。球根のね、植物たちも芽吹いてきて、つぼみがね出てきてるんですね。それをね一緒に見ていきましょうね。一緒に春を感じてくださいね。やっぱね、夜勤するとね、日の光浴びないんですよ。仕事前は寝るでしょ、夜働くでしょ。いかんですね、体にね。今ね、こう太陽の光をこう浴びてますね。皆さんもね、ぜひ太陽の光浴びてくださいね。それでは早速見ていきましょう。その前にですね、冬の光景がこちらです、ね、隙間がね結構空いてるでしょう、まあね、買って植えて、まあ、冬はねなかなか大きくならんですよね。はい、どうでしたかね。これ覚えておいてくださいよ。このね、花壇がね、今からお見せするように大変身してますので、じゃあ見ていきますよ。はい、じゃあ見ていきます。まずはですね、スーパーアリッサムさんの登場です。このアリッサムちゃんですね、もう死にかけてたんですよ、植えた時。もうなんか群れて、もう全然育たなくて、ちょっとこの下にですね、石を引いてちょっと応急処置したらですね、もうこれ春になったら花咲いてきましたよ。もうよかったね。えアリッサムちゃん、これからもっと大きくなるでしょうね。はーい、ほらこれ見えますか、クロッカスですね。かわいいですね。ほらつぼみがもうね、咲こうと言わんばかりにね。でここにムスカリさんがいます。まだね花は出てないですけどね。いやー、でね、ほらビオラ綺麗ね。これ70円ぐらいの苗なんですよね。それがもう手の手いっぱい大きくなりましたね。間からチューリップ出てきましたね。でこれ金魚草ですよ。ものすごい大きくなりました。もう3倍ぐらいになりましたね。でその横にビオラがいましてね、間からチューリップ、これ原種系のチューリップをね植えてみました。カーメンくんがねいいって言ってたから。でね、金魚草もつぼみがね綺麗。でぐーっとでかビオラが来て、ストックがねまた咲いたんですね。ほら一回ね、ほんともうこれどうなってんのっていう草になってたんですけどね、咲きました、無事に、ね、ビオラがいました。ここにもねクロッカスいますよ。か
わいいですね。金魚草もりもりすごいです。でね、前登場したこのサシキたち、サシキたち生きてますかね。これ微妙ですよね生きててほしいですけどね。一応水はねずっと与えてるので乾いてることはないと思いますね。ちょっと寄せ植えに使ってたカルーナちゃん、ね、ここに植えてみましたね。遠くにもビオラがいてね、すごいでしょうこれね。こんなにねお花ってね成長するんですよ。ほんと素晴らしいですね。はい、いかがだったですか。感動したでしょう。こんなに大きくなるんですね。初心者の方参考にしてください。こんだけ大きくなるということはいっぱい植えすぎるとぎゅうぎゅうになっちゃいますね。いや僕もねこんなに大きくなるとは想像しなかったですね。まだ多分あったかくなってこれからどんどんもっと大きくなってあの春を迎えるんでしょうね。今日ねポカポカしてあったかいですよ、ね、皆さんもねぜひ外に出て春を感じてください。このようにですねこのチャンネルでは園芸の情報を随時発信しております。僕は看護師をしているので看護師としての経験も動画にしてますのでそちらもぜひご覧ください。このチャンネルがですね園芸好きのコミュニティになって皆さんが集まれる機会を絶対作っていきたいと思いますのでよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。